ストーンズ・ジェシーと真剣交際、綾瀬はるか、ドラマの仕事をセーブか来年1月の、月9主演、計画は白紙、今後1年は連ドラに出ることはなさそう。来年、デビューから25年という節目を迎える綾瀬はるか、39歳が、ストーンズのジェシー、28歳と交際していることが明らかになった。2023年公開の映画、リボルバーリリー。 で共演した二人は慎重に関係を築き、真剣交際に発展。今やジェシーは、綾瀬の自宅から仕事場に向かい、彼女の家に帰る日々だという。プライベートの充実は、綾瀬の仕事にも影響してきそうだ。全三回の第三回。第一回から読む。写真、コットン感ある白パンツ半袖 T シャツ姿の綾瀬遥他、 巨大なボストンを持ちあやせのマンション裏口に向かうジェシー、買い物姿も。あやせは近年、はい、泳げません2 0 2二年、レジェンドバタフライ、リボルバーリリー、いずれも2023年、今年11月公開予定の、ルート29と、毎年映画に出演し続ける一方、ドラマに限ると2022年4月クールの、元彼の遺言状、フジテレビ系以来、 出演がなく、テレビリレに近い状況だ。ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し、15歳の時にドラマ、近代一少年の事件簿日本テレビ系で女優デビュー。以降、綾瀬が主演したドラマや映画は30作以上を数え、女優として第一線を駆け抜けてきた。そんな綾瀬の異変が噂になっていた。もうここ2年以上、 綾瀬さんはレンドラに出演していないんです。もちろんマイクールのようにテレビ各局からオファーが届き、今は動画配信サービスからも破格の出演料での出演依頼が絶えません。それでも、綾瀬さんの希望もあり、ドラマの仕事をセーブしています。芸能リポーター。最近では、こんなこともあったという。 来年1月クールのフジテレビの月9ドラマに主演する方向で、具体的な動きになっていたと言います。ところが、綾瀬さんの出演はなくなったとか、少なくとも今後1年は、綾瀬さんが連ドラに出ることはなさそうです。来年3月、綾瀬さんは40歳になります。国民的女優としてだけでなく、一人の女性として、大きな決断をするのではないか。 だからこそ仕事の関係者に迷惑をかけないように、セーブしているのではないかという声も上がっていました。前室、芸能リポーター。各課に二人は将来について真剣に話し合っているという。秋にはまた新たな映画も公開されますし、しっかり自分が演じるべき作品を選んでいるというだけで、ドラマ出演と結婚を結びつけるのはまた別な話だと思います。ただ、 エシーさんとの結婚を考えているのは確かだと思いますよ。綾瀬さんクラスの女優さんだとクライアントや周囲に対する報告もしっかりしなければならない。でしょうから、もう具体的な話があってもおかしくないでしょう。年内に発表、誕生日までに入籍というのも現実的な話だと思います。芸能関係者。綾瀬の所属事務所は、本市女性セブンの取材に、 プライベートは本人に任せております。と回答。一方、ジェシー本人は設立したばかりの個人事務所を通して、プライベートはお任せください。仲良くさせていただいております。ズドン、とコメントした。空前のビッグカップルは、笑顔の弾丸で、お互いの心を打ち抜き合っていた。り第1回から読む。 女性セブン2024年8月8.11日後